はい、タンタンです、本日はこちらヘリテージのフルアコが、程度よく入荷となりましたのでご紹介いたします。こちらヘリテージの H575 クラシックモデルのアンティークナチュラルでございます。見ての通り木目も非常に美しい、メープル材になっておりまして、こんな感じですね。フレームメープルが非常に木が綺麗な単板モデルとなっておりまして、16インチワイドの、カッタウェイのフルアコタイプとなっております。ヘリテージの、ね、フルアコもね、なかなか数も少ないので、探していた方はぜひお早めにご検討ください。で、こんな感じでピックアップは、ハームバッキングのセーマーダンカーですね、 SH1 の、号機モデルが2つ載っております。こちらですね、傷も、探せばもちろん打痕とか、引き傷とかポツポツ見られます。で、バインディングもね、少しこう剥がれかけた感じもありますけれども、現状ちゃんと止まっているので特に問題はなさそうですけどね、あとは塗装なんかもね、少しヘッドの脇なんかも白く見えるところも出てきたりだとか、ほどほどに、引き込まれてきた感じはありますけれども、ネック状態とか程度は非常にいい状態でございましたので、かなりね、お探しだった方には、魅力のある一品でではないかなと思います。ちょっと音出して生音からとっても生音でも深い音が感じられますね。少しボリューム上げてますよ。ふくよかで、ウォーミングなね、ジャジーなサウンドっていうのが非常に魅力があるかなと思います。ほどほどに使ってきた感じがあるので、ちょい傷はもちろんありますけれども、個体も少しこう使い込まれて馴染んできた感じがありますので、まだまだこれからの個体かなとは思うんですけども、ぜひぜひですね、お探しだった方にはお買い得な一品かなと思いますので、お早めにご検討いただければなと思っております。ケースもハードケースオリジナルの、ものがついておりますので、ぜひヘリテージのね、フルアコ一度触りに来ていただければなと思っております。そんな感じでこちらヘリテージの H575 の、クラシックモデルのアンティークナチュラルでございます。お問い合わせお待ちしております。タンタンでした。